いろんな人に救われましたね。そうなんですよ。犬にも教えてもらったもんね。めっちゃ吠えてくださってくれて、こっちは違うよって、違うよってね。でその声に気づいてね、そう近くの方が自転車で止めに来てくださって、よかったよかった。すごく助かって、ね、この橋じゃないって、そう向こうの橋だよって言ってくれて、うん、助かりましたね。近くの橋だと思っちゃった、うん、よかったよかった。というわけで、はい、これが噂の橋ですよ。そう幸いな橋、お札が刺してある、はい、札がありました。ここです、はい、ということです。この幻想的な白い花、ね、届かないぐらい届かないね。あ、でも大きいね、すごい、うん、はい、ここは、はい、手を合わせていきましょうか。無事ここまで来てたことよかったです。そこからでいいですよ、はい、はい、手を合わせて、さあこの先も頑張っていきましょうね。ここじゃ前歩いて、自らな、はい、水壺のとこをな、どのようないき、きれいにしようと思って、はい、これ、そっちじゃないで、これ こ, こ,、うん、これはな、縁止めって言ってな、はい、それそこの看板のな、あ、これですね、見ていきないよ、看板はどこ、100メートルですね。看板どこ止まり、漢字大寺まで、あ、漢字大寺、はい、あのこれな、変な道行ってな、はい、うん、道にな、ずっと、うん、看板に字書いてるな。ああ、見てきなんや。わかりました、うん。注意して見ていきます。はい、上池の休憩地ですね。はい。あのトイレ頑張れって書いて、赤ちゃんが見つけたのは、はい、こっちが漢字材、うん、書いてあります、書いてますね、はい、こっち行きましょう、こちらに、はい、そして看板には柏坂の休憩までです。よしよ、はい、ね、行きましょう。え、もう柏坂って見えてすごいびっくりしたんですけど、でしょでしょ、はい、よし、だいぶ来てます、頑張りましょう。 3.6 キロだって、よし、ガゼン頑張れるぞ。よいしょ、階段になってきました。足元が非常に幅が太くなってきたから気をつけてね。馬の背中、そう、この道は馬の背と言います。すごい、このそう、はい、うん、この傾斜、そうなの、すごいね、馬の背中みたいでしょ、書いてるね、書いてあります、ね、そうそう、うん、はい、じゃあ馬の背中から落っこちないように気をつけて歩いていってください。はい、そう、結構ゴツゴツしてますね。そうなんですよ、山瀬馬の背は歩く、なんだ早口言葉みたいだな。そこです、やっと出口着きました。変な道ね、出口出ました、ね、はい、まだまだ、まだ柏坂まで 3.6 キロの道の途中ですからね、もうちょっとですね、はい、あごちゃんも心で一つ歌いますか、はい、じゃあ頑張り人のサビでも行きましょうか。3、はい、うー、頑張り人、汗だくの T シャツキラキラした人、もう全然して途中から歌いたくなってきた頑張りました。変な道、私ずっとこの変な道っていうのが気になるんだけど、そう T ですよ、変な道 CH じゃないの、そうなの、 T なの、 T、ね、しますね、砂利道で下りだとちょっとスピードが落ちたんだね。そう、馬の瀬田場というところから、林道の終点というところを抜けて、今砂利道からアスファルト道になって、でも途中には遍路道の札がなくてちょっと不安になっているあこちゃんです。これで合っているのか、どうする、戻ると決めたところ、ここまで歩いてみようということで進んでみます。道は違うかもしれませんが、56号につながるかもしれないという、
市松の希望のもと歩いております。近くまで来て、あこちゃん。遍路道の看板が。そう、ここまで今戻ってきましたね。で、こっち見て。こっちが、こっちに道があって、二股になってるよね。で、その左のところにあるものを見て。遍路道です。そう、こっちに教えて。はい。はい。そう。これだい。あこちゃん足元。あ、滑っちゃったね。それだけヘロヘロ頑張った、そうなんです。見逃したのはこれです。指さして。そう、これをね、見つけられなかったのでこっちの道に行ってしまいました。はい、心配してる皆さんも、ね、